皆さんこんにちは、公認会計士の小林裕司です。本日は経済産業省から令和4年の1月18日で公表されました事業復活支援金、これについての概要を見ていきたいと思います。まず一つ目ですが、この事業復活支援金の対象者ですね。これが定められております。これを見てみますと、一つ目の要件として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象ということになります。そして二つ目、2021年の11月から2022年の3月のいずれからの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して 50% 以上減少している場合、もしくは 30% 以上 50% 未満減少した事業者、これが対象になるというふうにされております。そして2つ目、給付の金額ですけれども、この給付の金額は基準期間の売上高から対象月の売上高を5倍したもの、これを引いたものが給付の額というふうにされております。はい。そして3つ目ですが、給付の上限額というものが定められております。個人事業者と法人でそれぞれ分かれることになりますが、まずですね、売上高の減少率が 50% 以上減少した場合ですね。これについては、個人事業者については最大50万円。法人については、その基準月の売上高、基準月を含む1年間の事業年度の売上高、これによって区分がされておりますが、まあ、その年間売上高が1億円以下の場合は100万、1億円超5億円以下の場合ですね、これについては150万、5億円超の場合は250万というふうにされております。一方でこの売上の減少率が 30% 以上、50% 未満の場合ですが、個人事業者は30万、法人では年間売上高1億円以下が60万、1億円超5億円以下が90万、5億円超が150万というふうに上限額が定められております。そして4つ目のポイントですけれども、最初の対象者にもありましたけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることと、これがまあ一つの要件なんですけれども、この中で新型コロナウイルス感染症の影響と関係ないものが、こういったことがありますというふうに要件が例示がされております。例えばですね、実際には事業収入が減少したわけではないんだけれども、通常事業収入を得られない時期を対象月とすることとか、これは季節的要因によって毎年この時期は売上高が低いんだよねっていうような、そういったところを対象月とすると、こういった場合は要件に当てはまりませんということですとか、あとは例えばお客さんとの取引の時期を調整したことによって、その月の売上高が減少している場合ですね、これも要件には満たしませんよというふうにされております。そして要請に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮によって売上が減少している場合、こういったことも給付要件には該当しませんよというふうにされております。そしてですね、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる資料書類を、追加で提出が求められると、こういったことも場合によってはありますというふうにされております。5つ目ですけれども、この申請のフローですね、この申請のフローについては、申請しようとしている申請者が最終的には申し込みをするんですけれども、この事務局に申し込む前にですね、登録確認期間、ここで事前の確認が必要というふうにされております。この事前の確認についてはテレビ会議でも構いませんし、対面電話でも構いませんけれども、所定の事項について、形式的な確認があるというふうにされております。そしてこの確認を行うことができる期間ですよね、登録確認期間というところですけれども、ここでいくつか種類はありますけれども、代表的なものとしては例えばですね、認定経営革新等支援期間、多くの税理士や税理士法人が取得していると思いますけれども、認定経営革新等支援期間、これが一つ事前確認期間になりますと。もう一つは、こういった、登録をしていなくても、次のような資格を持っている人は確認期間になりますというふうにされておりますが、例えば税理士や税理士法人、公認会計士や監査法人、あとは行政書士、行政書士法人、中小企業診断士、あとは青色申告会とか、そういったところも
資格を持つという要件で確認をすることができる期間というふうにされております。あとは税理士とか税理士法人については通常顧問先と反復継続した支援を行っていると思います。登録確認期間について反復継続した支援先ではない方が確認をする場合には追加の書類を提出が求められたりとか確認について一部省略することができないと、こういったような細かいところが定められております。そしてこの登録機関との確認が終わった後ですね、申請者が自分でウェブを通じて申請するというふうにされております。そしてこの申請者の代わって代理申請することは認められてませんというふうにこの概要の書類には書いてあります。収録日時点ではですね、公開されている情報はここまでになります。そしてこの後のスケジュールではこの概要の書類によりますと令和4年1月24日の週に新しいこのもうちょっと詳しく要件を定めた書類が公表されるというふうにされております。ですので今日はあくまでも概要ということで詳細な制度内容については、令和4年の1月24日の週何曜日になるかは分かりませんけれども、その週に公表されるというふうにされておりますので詳しくはその期間に公表される資料をチェックしていただければと思っております。今回はですね事業復活支援金ということで概要をお伝えさせていただきました。私の税理士法人も認定計画浸透支援機関でありますし、私自身も公認会計士、もしくは税理士行政書士の資格もありますので確認機関となることができるというふうにされております。以前ですねこの行政書士行政書士法人は最初こういった確認機関から除かれていたんですけれども、行政書士会からの強い要望で途中でね付け加わったという経緯がありますけれども、今回は最初から今行政書士も入っているというところが、登録機関の、資格者というところの要件になっております。それではですね本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。本日も動画を最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。このチャンネルでは私の経験をもとに公認会計士受験に関するお話や公認会計士の実務に関する気づきなどを発信していく動画になります。応援していただける方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。